こんにちは、新行寺でございます。この度は彼岸へのお勤めをさせていただきます。昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けまして、この本堂でのご法座ご弔問が難しくなっております。昨年から法恩公法要、永代行法要、また彼岸法要とですね、動画配信をさせていただいております。この度の彼岸へのお勤めも動画配信をさせていただきます。どうか皆様ご講師の話ご聴もいただければと思います。悲願とは、念仏の教えをいただいた者が命を終えて生まれていく悟りの世界、仏となった懐かしい方々がおられる阿弥陀如来の西方浄土のことである。善道大師はお示しになる。西の岸の上に人ありて、呼ばいては曰く、何時一心少年にして直ちに来たれ、我よく何時を守らん。阿弥陀如来は必ず救う、我に任せようとの西の岸より呼びかけておられる。如来の呼び声は南無阿弥陀仏の名号となって、今この私たちに届いている。如来に抱かれ、先に浄土へ生まれた方々に導かれて、彼岸へと続くただ一つの道、念仏の道を歩むのである。ここに本日新行寺彼岸会にあたり、うやうやしく尊前を称言し、年頃に商業を独受して、広大の仏頓を写し祀らん。信仰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 
村無味無垢古書状修得家不潔女国所作利役徳人材今が将来未打損自保明門菩薩主無量寿魔女三段一所修行願力寺今が将来未打損今代保健地所計全音少女名無大座お膝女女仙の子が将来未打損実法将来諸武士権現人図師安楽戦後尊厳上空業今が将来未打損諸武無常無我と薬尿水月天夜露一首説法無明寺今が将来未打損非尊無説無悪名薬無尿人悪道夫主任師神拒否尊今が将来未打損一尊無料法勉強無所主悪知識お上不退志問題今が将来未打損我せず非尊苦独自修善無辺の海水生薬禅言生上者Namah.
平等聖祭同図もないし往生安楽ナマンナナマンナナナマン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 ナ